¿Qué más? ¿Y qué más hay?大事、え、あれ？あ、でも、ケンさん、なんです。図形はママサルでライブのツイキャスって見れます。あ、決まった。島幸子さんです。あ、いいです。はい、すいません、よろしくお願いしまごめんす。なさい。完食じゃないよ。いやいや。ここ日本式。サンデー。てるじゃん。じゃあ、ズケちゃん、こっち来てから、あっち、さっちゃん座ってもらおう。あ、はい。あ、こっち、こっち、こっち。二人、あ、いやいや、隣が、だから、あ、そうです。もう一回、もう一回、あ、ですか。はい。椅子はこれ、使ったことない。どれどれ、あ、そうだね。あ、でも一分前だけど。大丈夫です。はい、ありがとう。そうだね。すいません。あ、いえ、ありがとう。はい、ありがとう。あ、はい。おかしいですか？こっちで。あ、南アクシクさん。あ、南アクシクさん、音どうですか？大丈夫ですか？ちょっと自分あまり聞こえなくて。気にしない、気にしない。今、ツイキャスしてる、彼が。ああ、すみません。失礼しました。ありがとうございます。え、大丈夫？もう始まってるかい？え？違うか。あ、今カウントダウンしてる。あ、なるすな。なるすな、ありがとうございます。はい、これから始まります。すいません。動画で。はい。あ、ライブですから、はい。さっきから俺これやってた。あ、そう。はい。あ、そうか、そうか。あ、すみません、ちょっと大佐はですね、病院で、ちょっとバリウム検査のため、本日ちょっとお遅刻がちょっと厳しい状態です。あと20秒、19秒。ああ、こうなってるか。BGM からやるからね。ああ。はい、皆さん、こんにちは。今日もやってまいりました。げんちゃんのぬちごすいや耳ぐすいのお時間でございます。いやいやいや、いやいやいや、今日もいい天気で、ね、だんだん暑くなって、ね、汗が噴き出すようになりましたが、まあね、この番組も本日をもちまして終了ということで、また来年から、ね、また番組が、この FM がスタートしたら、もうね、また番組作ろうかなと思ってますが、今日はですね、ちょっと、ボギーちゃんが、ちょっと所用でまだ間に合ってませんので、今日はげんちゃんが、お友達、ね、ズケちゃんと、
そして、はい、島幸子さんをお迎えして、ね、これからお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、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 あっちゃん、はい、痛い、はい、なクリスマスの年末の一応なさいよ、やっとるよで、何もないっていうの気持ちがやっぱりの師走っていう、もう平次郎や、ねえ、いや、もうでもさっちゃんもあれよね、南城市に移り住んでもう何年か、6年ぐらい、もうそうだった、8年に入るかしら、8年代になるよ、あっという間だ ね、 ね、はい、まあね、クリスマスもまたいろいろイベントもあるけどね、はい、よろしくお願いします、はい、さあ今日はね、やっぱりさっちゃんお迎えしてるんで、やっぱり南城市民としてもそうだけど、さっちゃんも皆さんにご紹介したいなと思ってですね。ありがとうございます。はい、で、さっちゃんとはもう20何年ぐらいか、もう長いよね。長いですね。数えてる。数えてる。20いくつ違ったじゃない。やいびんやで。でも、あれよね、さっちゃんは伊是名出身で、はい。はい、で、いくつから歌い始めたの？まあ、表に出て、人前に出て歌うのは16、17ぐらいかな。ああ、そっか、はい、でも伊是名 の、 もう風光明媚な、うん、素晴らしい環境で育ってね、道中歌いや、春の中歌うて、梅山の中歌うて、うん、はい、歌いや、そういう意味だから、これがね、わったなあ、まとまると人間ではないわけよ、ステージね、なんかあやことよいやいや、でもさやっぱりあの風光明媚な、いや、あの海や山があって、あの清らかな風の中だったね。ねえ、いいよな。思い思いしながら、やくてや海にしながら、食べにしながら、おるや、歌ってる、こらちゃる。いや、ほら、父ちゃん母ちゃんが、ちゃんとほら、すごい方で、いろいろほら、文化とかしつけとか、はい、いろいろ教えてもらってるかな。ねえ、その中で暮らしてるってすごいよね。本当にありがたいですね。はい、やしさっちゃんもいろいろありまして、交通事故で、はい、あれ、何年になるか、いや、もう13年なるかな、はい、4回ね、いや、だから4回、ね、4回ね、そうそうそう、当たるだったら、宝くじ当たりやってるんですけど、でもほら、打たれなくなってた、一時期、左半身、ちょっと麻痺がありまして、うん、で、整体の、ね、いや神経障害とか、いろいろね、苦労したよな、ね、うん、歌えなくなって、もう作品作りの方に、あと後輩を育てる方に、そうですね、ね、なので、なかんというのや、うん、ナチュロキの歩みです、なかんというのやればな、歌ゆり足場なんで、ああ、いいよね、発想展開や、ね、発想展開しましてね、ウリンターお母がアブトッチでや、ね、お母がいいんで、ほら、もっと奥さんからもっとすごくやるのにいや、でもね、今はほら時代は文明が発達して、うん、まあ、生まれとか障害を持ってる人はたくさんいるんだけど、中途障害、だから今言ったように交通事故とか病気とかで、途中から病気になって、こう人生がガロッと変わる人たちたくさんいるじゃん、はい、そういう意味ではね、この苦しい中を本当に一生懸命東京行っていろいろ治療したり、ね、いろんなことをやりながら、体もよくなる、歌えるようにって感じで頑張ってきたじゃん、ね、これってさ、あれよ、やっぱり障害を持ってる方たちへの、なんていうの、意識改革、うん、だからそこで腐ってもう人生諦めてね、ただボケと過ごすよりも、やっぱり自分がこう良くなるように努力をして、それを乗り越えてきて、今もうやがて頂上に行こうとしてるさ、そういう意味でさっちゃんはこう 今の時代にこうやっぱりこういう体験談をもっとお話ししていって、やっぱり、人生諦めたらダメだよっていう、ね、頑張って人生努力していけば必ずいいことがあるっていう、そういう実例もさ、俺は体験談としての講演会とかやってほしいんだよ、なかなかね、帯立たんだす、あ、やめた、実はね、いっぱいになってて、帯立たくて嫌だよ、ネクト、ネクト、それ思ったわけよ、あ、なんか見てきてさ、ずっと今やほらもうステージもしっかり歌えるようになってるし、そういう意味ではね、ぜひさっちゃんこれからもっともっと頑張ってほしいなと思ってますんで、いや、はい、わかりました、はい、まあ、何かまたきっかけにね、やそういうことを設けて、うん、はい、講演会コンサートしよう、うん、さっちゃんすご
おまさに君みたいな。まあ、そういう形。だから、あの、なんていうの、人生のこういういいことが見えない人たち、もう、あの、なんていうの、もう、ここで足踏みしてる人、うん、であとはまた交代していく人たちにとっては、そういう実例、やっぱり、聞いていただいて、歌も聞いていただければ、だから勇気も出るし、はい、希望も持てるじゃん。はい、もうそういう形で、ぜひ、これから、あの、ね、ちょっと組んでこよう。ありがとうございます。いや、ね、やっぱりね、これでなくなった時にやっぱり、うん、あのね、もうオブラに単にいいね、あの、おかさより、ね、あやっぱり相当苦しいで若い口さんが、うん、愛にしがまさにまたチャーショーでハンダスがやんでち一番歌えてだよ、うん、歌が歌えなくなったっていうのがもう、うん、もう最大のあれよね、こう、なんていうの、足が進むのが、ねえ、だから歌えなくなってなおかな、歌ならなってなおり、うん、歌手生活にな、なのからえならんさんで、うん、おやけちゃんで、あのよ、あのが歌やヌディネイルアビになって言ってましたね。チムネヌディアイルする、ね、チムノヌディナビカチ、ウリルウガミブサル。ああ、そうか、そうそうそう、言ったのか、そう、すごいよ。ね、あ、会ったことない。俺も、会いたいなと思ったんだけど、もう行っちゃったからな。いや、もうね、あの、大変厳しい方できついこともね、うんうん、あの、歌やね、アビスブやらんどうと、チムノヌディナビカチね。はい、もう心を込めて歌うのが、あの、歌やと。それをね、あの、教えて、ま、叱られながら、うん、あ、本人強くなったり。いやいや、いやね、今ほら、もうクリスマスじゃん。歌いクリスマスをやったの、まあ、あの、一曲目に俺はあの、うん、クリスマスの曲を作ってるさ、ハッピーナイトクリスマスっていう、はい、これを聴いていただいて、次またさっちゃんの歌をね、はい、ぜひ皆さん聴いてください。それでは、皆さん聴いてください。ハッピーナイトクリスマス。一年に一回しか来なかった。けんちゃん。あ、止まった。いらっしゃる。いらっしゃる。ちょっと言ってた。はいはい。あ、すみません。今、機械がですね、CD プレイヤーが、あの、瀕しました。あれ、あの、ボーナストーンが入ってるみたいな。申し訳ございません。だからね、そういう形で、今またやり直しをさせていただきますが、はい、こういう CD 引っかかってるな。はい、ね、まあ、このハッピーナイトクリスマス、やっぱり子供たちが、やっぱり幸せに、楽しいクリスマスを送ってほしいなと思って、作った歌なんですよね。そういう意味では、ね、皆さん、いろいろ、用事、自分の忘年会とかいろいろ都合もあるでしょうか。やっぱり家族が一番大事でございますから、特に子供たちが本当に、ね、喜ぶようなクリスマスを、ね、お家でやっていただきたいなと思います。はい、できればのチキンも食べたいな。はい、ではよろしくお願いします。じゃあさっきのあれ、パシに行こう。すぐない。まず今日はだから50分ですが、今彼も、うん、時間があんまりないというから、今日だからこれをまずかけたよって曲をね。これ打ち込んで。誰？うん。名前。矢野健二という素晴らしい方がいるんで。カルガモさん、アキさん、ありがとうございます。すいません、ちょっとボギーさんが本日バリウムを検査入院のため、検査のため、すいません、ちょっと遅れております。すいません、ちょっと漬けままさるでライブ配信してますので、はい、お願いします。今日時間的に40分しかないので、すいません、今日もまたちょっとお時間がまた40分までということで、はい、短いではありますが、お願いします。島幸子さん。あ、島幸子さんです。聞こえてないからさ。はい。紹介してる。これはインターネットでもうちょっと放送します、ね。インターネット。はい。なんかこう行きそうだね。だからよ。
振り付けしてね、子供たちと踊りたいね。あ、流れてるんですか。ちょっと、トーンが。何だろう、何だろう。ひっくり返ったら。ひっくり返ってる。テレビ見てる人もひっくり返ってる。あ、すいません。ちょっと。あ、なくした。ないです。あ、すみません、失礼しました。いろいろ年末はトラブルもあるので。トラブルが多いんで。すいません。今、テレビ見てた人、びっくりやったんだ。はい、なんかあの、FM21 でロバート博士が来た時も、その時もなんか、たまたま、が多いですね。すいません。あ、オンさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハッピーナイトクリスマス、いいね、いいあのクリスマスをお迎えくださいね。さあ、さっちゃんはいろんなたくさんの歌を作ってきてるけど、はい、まあ、皆さんでひょっとしたらよく聴いてるような歌って言ったら、うなぎが見えるか。あ、そうかもしれませんね。ね、いろいろ、いろんな方が歌ってて、ね、ね、そうそうそう、だから、そういう意味で、さっちゃんが歌ってるやつも、本当はもっと表に出したけどね。でも、最近ほら、いろいろ、なんていうの、神社仏閣と協力にタッグを組んで、今、伊平屋島に、熊谷川のところ、近くの念頭平松のところに、念頭平松を前にして、うんうん、で、アメタルソン三上様をほら、はい、祭るのあれ。そうですね、ね、カリミヤができまして、うんうん、伊平屋天の岩戸神社が誕生しました。うん、あ、すごいよね。はい、だからやっぱり役割があるよね。結局、まあ、さっちゃんは伊平屋にも縁があるし、はい、もちろん伊勢名が生まれ島だし、そういう意味でやっぱりこう、駒屋窯っていうのがあるじゃない。駒屋窯って、はい、皆さん意味は分からないはずだけど、ちゃんと、ああね、まあ、駒屋窯っていうのはね、あ、いや、長くないやん。ただいで、いや、駒屋窯っていうのがですね、天照大御神様がこもった、ね、そうそうそう、ところってことで、だからもう、沖縄の神社仏閣も、やっぱりこれをちゃんと取り上げようっていうことで、ちゃんとしようっていうことで、まあ、そういう仮部屋をね、まあ、イデアに、お作りになったんですけど、で、じゃあ、天照大御神様、どうやってこの岩戸から出てきていただくのっていう。なんでや結局、天の岩戸が閉まったために世の中真っ暗くなって、まあ、いろんな、うん、まあ、犯罪や事件、事故が多くなってるんですけど、それをこう賑やかに外でやることによって、天照大御神様が、気になって岩戸を開くという、開いて出ていらっしゃるという、これが神話ですよね。はい、そういう意味では、じゃあどうやってで、アマトを開いていただくか。で、その歌を作ったんですよ、今回ね。そうですね。ね。はい、でも、歌詞も日本語じゃないよな。日本語でもない、ちなぐちでもない、ウリア。いや、ね、珍しいよね。上から降りてきたんだもんな、これな。いや、ことよ。ねえ。うん、意味の。まあ、でもこれを実際形として、もう、曲として、できましたね、CD が。
これをタイトルは何て言うんだっけ？パシリコ。パシリコ。はい。ねえ、パシリコって俺聞いた時に、あ、響きはいい、いいんだけど、意味が分からなかったっけよ。うん。訳でよ。うん。だって、ま、神様の昔の話よね。そうですね。これを、そばに、ね、あの、私のアレンジをしてる矢野健二さんね。はい。志麻さん、これ、カタカナで書いてください。あ、健二さんが。カタカナで書きましたよ。うん、じゃあ、そばに、私の分かる漢字をはめてくださいとか、ああ、紐解いてくれたんですよ、ケンちゃんが。はめましたよって、でもね、やとかね、やがね、やのもや、ワードの全然しっくりこないのねって言ったらね、ヘブライ語ではやは神です。うわぁ、そこをそこに全部変えまして、まあ、そしたら、なんとまあ、そういうようなのができましたね。でこの間ほら、ライブでこれをやった時に、お客さんが全員踊り出したって。そうネオラネロネロってあのゾンビのように立ち上がった瞬間、今日に踊り出してですね、もうすごかったですね。だからね、これはだからこれからだからカチャシの代わりにこれパシリコをどんどん広めていって、皆さんがやっぱり持ってらっしゃるいろんな不純なものね、今もうそれを清めて、ね、世の中明るく、ね、なるんだろうと思うんですね。はい、だからこれはもうね、ぜひ南朝市からどんどん、世界中に広めていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、それではパシリコ、はい、はい、おかけしたいと思います。それではうずめの前に。うずめの前に。はい、じゃあお願いします。前歌ですね。はい。俺聞くの初めてよ。はい、これやっぱり、あれだね、インドとかあの辺の雰囲気だね。もう、いろんなのを要素を入れたね。これちょっと見せてもらっていいですか。あ、後ろも見せて。おー、なんか中心から光が天文学的、そうですね、なんかコスモみたいな感じですね。さっちゃんが出てきてるから、はい、おー、すごい。ぜひお願いします。なんかこっちのなんだっけ、女医工房っていう、イスラエルのなんか、はい、お勉強なさってます。結局一つなんですよ、神は。おう、なるほど。沖縄とそうとどうか、沖縄とどんどんね、つながりそうとか。お姉ちゃんの祈りも次に行くと自分も持ってるんですけど、天の大学ではない、うん、最初のバージョン、いや、私自分のこれ、ほら、やっと出た、いや、これ踊るわあ、でも皆さん音聞こえてないですね。あ、そう。あ、そうだ。あ、こっち聞こえてないんだ。あ、そっか。11番。はい。サボカンにこれ似てるよな、これは前のバッコしてる人に音ってこんな感じなんですね。ここは父の、はい、ああ、両方ミックスで、そう言われたらそうですよ。
はい、パシリコン。私も初めて聞きましたね、きっと。いや、これはね、あの、妊婦を通した気持ちが高くなってね、高揚してるね。ねえ、もうらんね。もうらんね。もう美人も終わった。でもこれも、あのね、こう、やっぱり、まあ、上からあのいただいたあの歌ですから、あのやっぱりこうちょうどもうこの世の中が世界中はもう争いごとに向かっていく中で、やっぱり平和を願うあの、まあ、さっちゃんにこうやってちゃんとキャッチさせるんだと思うよね。はい、うん、いや、だから役割よくてや、だからもうほらあのこう生まれ故郷、うん、あのイザナを出ていろいろこう外で回ってきたけど、今だからその、なんていうの、いろんな経験をして、いろんなあの人たちを出会って、サッチャイア、今度は伊勢の伊平の生まれ島の方に向かっていくね。そうですね。うん、そうですね。そういうあの時期に来たんだよね。ね、そういう意味で、だから、パシフィコも、これからもうね、本当に世の中を、アマテラス大神さんの輝きで、ね、きれいに、赤がれち。していけるように、ね、これからどんどん皆さんにもぜひパシリコお買い求めいただきたいと思います。お願いします。特別です、うん、1万円のところ私が9000円払いましたので、皆さん1000円でお買い求めください。面白いな。いや、こういうセールスいいよ。ユーモアがやってな。はい、でもやっぱりやっちゃん前もいろいろ作ってきたけど、一番世の中の人たちに島幸子を知らしめたのが あれだよね、お悩みの言うてるだよね。そうです ね。だからね、そういう意味ではもうどんどん一つずつステップアップしてきてね、じゃあこのお悩みの言うのにね、まあ、これが原点、最初の出発みたいなもんだね。そうですね、これを失って、やっと声が出始めて、まだ本調子ではないんですけども、これ以上は出ないであろうと言ったときに、うん、山内荒美幸、はいはいはい、ね、スラッキーの、はい、日本の代表ね、古本の波里、ね、うん、吉見さんと、はい、で、ご協力いただいて、はい、はい、ね、していただいて作りました。そうだな、うん、これなんか JTA かなんかの、そうですね、うん、これね、海の伝説、人間のすみえという CD です、ね、うん。この CD で、JTA、まあ、でもかかりましたけれども、JAL、うん、も、JAL 内映像放送で9曲採用されて、いや、JAL で。JAL よ。すごいですね。いや、すごいな、ね、これは。ね、これをベースに、その沖縄のキャンペーンのね、うんうん、この DVD が、あ、いましたね。そうか、はい、いや、でも本当にあの障害を乗り越えた人ってやっぱりあれよね、神様ってこう乗り越えられない障害を与えたよね。で、本人が本当にやって、もう元に戻りたいっていう、こう執念と努力で向かっている人にとってはやっぱりちゃんと道開いてくれるかな。うん、その時の口さん、あちさん、ひいさん、これで受け止める、うん、そうそうそうだね。そう。おりんけなら、なおりけ、少女と負け身とかってならずに、なんくる風神に、なんぐとなとさ、あしな次、のの普段ジャスがやんち。ああ、逆に楽しみ。楽しみに帰る。ポジティブでね。だからほら、障害も、途中、中途障害を持った人ってさ、やっぱりなんて自分がっていう、こうね、悔しさとか、本当にそれが気持ちが強いから、もうなかなか前に進めないんだよな。だからそれをもう受け入れて、じゃあどうしたら少しでも一歩ずつ前に行けるかなっていう、ね、そういう意味ではやっぱりさっちゃんの体験談をね、たくさんの人にこう障害を持ってる人、中度障害の人たちに聞いてほしいな。で、そして、さっちゃんの歌でね、ちゃんと心も癒していただいて、はい、ね、明日へ向かう勇気と希望を持ってくれた。ちょっと大きいこと言ってる。でも、これ必要だよ。うん、こういう方が出てこられたね、うんうん、じゃあ、お願いができるのに。そうですね、やっぱりこの歌は沖縄の風習、信仰をもとに作詞しておりますので、はい、ぜひね、お聴きください、うん、はい、はい、それでは、お願いします。お願いの祈り、はい、
懐かしいな。いやよく頑張ったな、このレコーディングな。リズムも私に合わせてくれて、メトロノームに合わせるんじゃないか。はい、そうですよ。さっちゃんのテンポがあるから、呼吸が。もう一曲かけるって何がいい？あ、皆さん声もありがとうございます。助かります。ふるさと起こしそうですね。だからさっちゃんは伊是名出身だから、伊是名はやっぱりね盛り上げてたって、うん、でもともと伊是名という部屋は一つだったから、はい、それとまた分かれて伊是名と伊是名になって、これからもう一つにたっぷり時期だよね。ロスリー、そうそうそう、うん、育って、お大人になったら、うん、あとはもう一緒一つになる。10年ぐらいだろ、僕ら10年ぐらい。ムスカさん、夜桜ってお疲れ様でしたって自分出てませんしそちらに音楽が聞こえてないと。あ、ちょっとでもスピーカー、あ、音少し聞こえてます？ネットの。更新がないんでちょっと聞こえてないかもしれない。あ、聞こえてますね、全然。アメージング・グレースみたいなとそうですね、確かにテンポが、うん、はい、まあ、今の歌ですよ。世の中が本当に平和で幸せな世の中にあるようにということですね、はい、すごい方言だから分からないわな方言だから、いやいや、そんなことないですよ。ミルク言うっていうのが平和な世の中ってことですね。さて、近くすると比べしたもん。ああ、そうそうそう。だから、今年の、今年の誕生は。あ、そうそう。出る声で精一杯です。いや、これでよかったと思う。大きい声を出せなかった。あと、下元さん。あ、全部さんから、もう。ゲンさんお疲れ様ですということでいや、ピースじゃん、ピースか、ピース。午後の仕事に向けてリラックスできますと。ああ、分かった、ありがとうございます。出てます、はい、分かった、分かった。もう幸せは忙しいからね、みんな、はい。
はい、あーね、いいよな、懐かしいな。懐かしいね。懐かしいね。なるよね。まあでもね、あの声を出ない時期を本当に乗り越えて、やっとここまで来たかと思ったもんだよ。もっと大きな声でバーンって来たら、なんでしたらいいんだろう、60%。これはね、やっぱりこう、なんていうの、あの言霊、言葉に魂を乗せて歌ってればいいんだよ、これで。まあね。いやでもほら、さっちゃん本当にいろんな歌作ってるけどさ、うん、やっぱりあのふるさとか行き、あとふるさとに以前に向かってたさ、ね、あの時の作った歌、うん、私もあのコーラスで参加させていただいてますけど、はい、いや、ね、西口健二先生がね、あそうよね、ね、あの書いた詩を見て、うん、吉澤直美さんが、うん、もう素晴らしい詩があるのって持ってきてくれてね、うん、やっぱりみんなこういろんな人たちが関わり合って物を、うん、物ができやってきた、うん、やっぱりいいものを作るためにはいろんな人のやっぱり協力力が必要だね、うん、ね、このタイトルが愛咲く花咲く夢が咲く、おーじゃあ聞いてみようかな。ありがとうございます。超若いよ、はい、お待たせいたしましたって言ったら、よく かわいい、かわいい声も出してたな。はい。20代の頃だから、ピーンって民謡歌手みたいに高い音出してたから、はい、こっちの方がいいと思うよ。昔の歌って感じが豊かになるかなと思って、ね、ああ、そうですね、あの、はい、細胞が活性するんじゃないかと思って、はい、そうそうそう、あえて、はい、青春ソングに、うん、あの、以前のフェリーが追加機に箱流れるんだよな、あ、もうあとやっぱあ短いですね。あっという間ですね。まあでも来年は引っ越しして再開よ。いやいや、本当にぜひ頑張りましょう。はい。いろんなジャンルもそうだけど、うん、あの
そのやっぱり、中途障害の乗り越えた話とか、周りの協力とかね。そうだから家族がやっぱ助けないと。はい、愛咲く、花咲く、夢が咲く、はい、あ、伊勢な応援ソングですよ、これ ね、はい、いや、でもさ、ふるさとにこれだけの思いをね、届けられるといいよね。だからこれ、こういうやっぱりこう地元愛歌、要するに地元を持った歌とかどんどん広げていって、やっぱりあれですよ、もう物質の目になってしまって、心の部分がね、今本当におろそかになってるじゃない。本当に事件軸が本当にもう本当に嫌になるぐらい毎日毎日起こってるから、こういうのをやっぱりこう心を清らかにする歌をどんどん届けていって、ね、みんながね、日本中がこう、ね、みんな心を清らかにこう、ね、こうみんなで一緒に協力して助け合っていこうという世の中になってくれたら嬉しいよな、うん、で、さっちゃんはこれからどんな予定がありますか、年末年始に向けて。まあ中あっちゃまで行って、うん、一の最後にして、また、まあ、今年はね、うん、相当な仕事をしてきた感じがしてきて。そうだよね。ね、沢田彩子さんと、ちかこさん、ごめんなさい、ちかちゃんと、はい、ね、はい、やったよね、武道館でね、コンサート。県立武道館でね、相手役で、先ほどのユーニゲー、うないがみの演奏、沢田さんが歌ってくれた、私はノリとで、それにコラボしていくという。だからこうやって本当に全国が一つになってね、こう、もう本当に向かってきてくれたら嬉しいな。あ、だから本当に、今年もいろいろまたさっちゃん頑張ったけど、来年はさらにいろんな形で、ね、頑張ってこよう。うん、もう、長年会のままかちょいで。役手や、大きな民族が出てるので、あ、だから本当に南城市の市民としても、はい、ね、そうですね、沖縄県民としても、はい、ね、もちろん。来年はパシリコを持って、はい、出没すると思います。ぜひ皆さん、島幸子さん、はい、お呼びください。はい、パシリコでございます。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今年最後の放送、もう残念だな、もう時間あればよかったのに、今日は 10分短縮してお送りしております。また、ね、皆さんとこうやってお会いできることを願って、さようなら、はい、ありがとうございます。またやだ、はい、終わっちゃったよ。はい、順調にしたいです。お願いします。40分じゃ足りないな。まあ、とりあえずは、さっちゃんの内容が分かったよ。温泉出てきたからね。はい、ありがとうございます。はい、どうも。じゃあ、ちょっと。はい。どうぞ、ゆっくり帰って。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい。何か、この、ああ、すいません。何か紹介がありましたら、お願いします。あ、さっちゃん、自己紹介。どうも、はじめまして。島幸子やいび、島幸子でございます。パシリコ。はい、雨の薄めの眉を、はい、発売しましたので、どうぞ。これはお店に置いてませんよ。私のフェイスブックにでも。あ、そうだ、フェイスブックでね、はい、フェイスブックで、はい、オンしてください。そうですね、はい、でよろしくお願いします。で、あとやっぱりこうさっちゃんの歌はその地域の汚れをきれいに浄化していきますんで、ぜひ全国の皆さん、島幸子さんを自分のところに呼びたいという熱き思いを届けていただいて、はい、ぜひ全国で、ね、このパシリコをお届けできるように、はい、で、夕開き、夕開きでございます。夕、はい、開きというのは世の中を開く、はい、だからこう、はい、天照総務神様を呼び戻すっていう、そういうパシリコでございますから、はい、そういう意味ではね、ぜひ皆さん全国からお声かけよろしくお願いします。これ私がそうデザインしたんですよ。デザインは娘ですけれども、写真はね、私が撮りまして、ね、この信頼文字、これも私、幸子文字で、はい、やりましたので、はい、はい、お楽しみに、はい、はい、ありがとうございます。はい、ところどころ方言があるけど、ね、はい、ぜひ気持ちを受け取ってみてください。また、皆さん、素敵な年末年始をお過ごしいただいて、ね、来年も元気で笑顔で頑張ってください。よろしくお願いします。あ、いいですか、すいません。はい、じゃあすいません、バイバイ。
すみません、今日戸田さんがいなくて申し訳なかったですが、失礼します。ありがとうございました。ズキちゃんに、撮っていただきました。ありがとうございます。はい、いや、失礼します。ありがとうございます。はい、皆さん、さよなら。まったねー。